シークレットベース K ステーション。皆さん、シークレットベース K ステーションへようこそ。 K ステーションの隊長の近藤かな子であります。この番組ではリスナーの皆さんには K ステーションの隊員候補生となっていただきまして、一緒に学んだりしつつ、ゆくゆくは候補生から隊員に昇格していただきたいと思っております。昇格方法は番組宛にメールを送っていただくだけです。毎回いただいたメールの中から昇格者を決めていきます。見事隊員となった方には隊員証をお送りしてますので、皆さんどんどんメール送ってくださいね。はい、ということで11月1日となりました。ハロウィンお疲れ様でした。皆さん楽しみましたかね。いやー、まあね、今年のまあまあこの近年ね、渋谷で問題になっちゃってるハロウィンの大騒動、まあどうなったのかね、いろいろね、今回1億円ぐらい渋谷区さんがね、渋谷区さんのこう区民税を使って警備員さんとか投入したりとかしていろいろやってだけれども、まあこんなことしたくないよね。本当はね、お祭りなんだから節度のあるね方法でみんな楽しめないのはなんでなのかなって思っちゃう、逆に。でちょっと過去のことを思い出しちゃった私。コミケもね、コスプレ広場、昔まあコスプレ広場とかでも私もいろいろやってたんですけれども、こうコスプレイヤーさんもなんかいろんなこう問題を起こしてって、年々このなんかやってはいけません、持ってはいけませんっていうものが増えてきて、それをちょっと思い出しました。なんか面白いなと思った禁止令が、まあ結構メイド服とかのコスプレが流行ってた時、ゲームとかもあって、でそのなんか誰かが喫茶店の銀のお盆を投げたから翌年はお盆禁止ですとか、あとなんか長物がまあちょっと誰かに刺さっちゃったりとかしたから長いものはなんか30センチまでですとか、いろんなね規制がされてって、今はほとんどいろんなものがダメなんでしょう。だからこうコミックマーケットでコスプレしないで違うコスプレのイベントでコスプレする人が増えてるみたいな感じになってて、いやしょうがないよね。なんか問題が起こっちゃったらね、みんな本当楽しいハロウィンを過ごせたら本当一番いいな。ということで、もうハロウィンが終わったらクリスマス、クリスマスですよ。クリスマスはね、まあ、恋人っていうよりも家族とかで一緒にね、お家の中でこういつもありがとうございますみたいなこうね締めくくりみたいになってますけれども、まあ日本的には大晦日が締めくくりですけれども、まあクリスマスはね穏やかにね過ごしていただけたらいいなと個人的には思っております。はい、さてさてさて、ではトーク行きましょう。みんなにアンケート、今回のトークテーマは近藤は何の仮装が似合いそうでございました、では皆さんからメールいただきましたのでご紹介したいと思います、まずは、タイナンバー53番大きなミニブタさんからです、近藤隊長、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは、近藤隊長が似合いそうな仮装は O01 のイズだと思います。可愛いと思います。ちなみに赤ずきんちゃんと迷いました、はあ、ありがとうございます。 O01 のイズちゃんね、人気ですよね、超可愛いですよね。そっか、ちなみに赤ずきんちゃん、すごいスタンダードなところとこう全く違うところと悩まれたみたいですけど、赤ずきんちゃんか、ああやったことないな。なんかなかったですね、学芸会でスタンダードの赤ずきんちゃんとか人魚姫とか、そういった学芸会の演目は私の時代でもなかったかな。意外ともうやらないですよね、スタンダードすぎて。あと、まあ、白雪姫とかもやらなかったな。なんかなん、あ、アリババって盗賊の話あるじゃないですか。アリババはあの学校の演目でやったんですけれども、やっぱり登場するキャラクターが少ないからなのか、その児童演劇用にアイウェオリババっていうのになったんですよ。
アリババがいて、イリババがいて、ウリババがいて、エリババがいて、オリババがいるんですよ。つまり主人公が5人いるそういうのあったんですよね。いや私はそのどの アリババでもエリババでもなく、普通にナレーションの係として、まあ5人ぐらいいたんですけども、ナレーション役としてその演劇には参加しました。うん懐かしい思い出だな。あ、カズキンちゃんいいな。ハロウィン期間になるとこういったコスプレのなんかこう洋服とかもちょっと安くなるからね、なんかねそういうのもできたらいいけど、まあなんかイベントで機会があったらやりたいな。はい、ありがとうございます。続きまして、単位ナンバー65番、シークレットネームドラムバンカードラゴンさんからです。ハロウィン仮装、近藤は何が、似合うと思いますか。近藤さんはお綺麗なので魔法使いが良いと思います。ありがとうございます。ドラムバンカードラゴンさんの中だと魔法使いは綺麗な部類に入るんですね。こうきっとあの綺麗なお姉さん系の魔法使い、まあ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 そうです。マレフィセントのまあお綺麗な映画のアンジェリーナ・ジョリーがやっているマレフィセント系とか、あとまあブルーフェアリーとか、そっち系な感じなんですかね。私の魔法使いのイメージだとやっぱりこうなんですか、おばあちゃんの魔法使いだったりとか、白雪姫の毒リンゴを持っているおばあちゃんだったりとか、そっちのイメージが強いかな。でも逆にそういった特殊メイクをした仮装とかもやれたらいいよね。うん、楽しそう。はい、ありがとうございます。続きまして、タイナバ100番、シークレットネームミラノさん。近藤隊長こんばんは。こんばんは。今回のお題はパイレーツの船長とかどうでしょうか。某海賊映画のジャック船長みたいな帽子とかかぶって少しワイルドな近藤船長とかもいいかもしれませんね。寒くなってきてますので風邪などにお気をつけくださいとのことです。ありがとうございます。まあおろいいですよね、ジャック・スパロー的なね、なんか格好できたらね。いやーなんかかっ、そう、個人的にあの可愛い服を着るよりもかっこいい服を着たいっていう希望はあるので、まあ女性海賊みたいなのは着れたらね、あれもいいですよね。ただなんかなかなかああいう帽子とか服って、誰かが与えてくれれば期待ですねそう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 、なんかあの某夢の国のね、夏はこう海賊のこうショーがやってて、かっこいい海賊のお姉さんとかもいて、まあそういう方のね格好とかもできたらね、なんか楽しそうだなと思います。いやでも可愛いはね、もうなんかこう年齢的にこう着れないですね、堂々と。まあなんか着たいなっていうのはあるんですけれども、思い切った心、うん、あの気持ちの切り替えをしっかりしていかないと、あの洋服とかに負けそう、うん、かっこいいのだったらまだこうなんだろう、クールな感じでシュッとしてれば、まあある意味こう無口でいればこうなんでしょうね、イメージが崩れないというか、服にも負けない感じではいれるなとは思うんですけど、可愛いのはね、いやもうメイクしてもね無理、無理、はい頑張りますはい、じゃあ最後にしよう。タイナンバー12番、シークレットネームお気軽バナナさんからです。ありがとうございます。お題のかのこさんの似合う仮装は何かですが、警察官や学生服は見たことがあるので、お、あ、あるか。ヤンデレナースなかのこさんとかすごく見てみたいですとのことです。あ、そう、警察官、やなんかキャラありましたね、やりましたやりましたやりました、イベントで某警察の某フォーゼのに出てくる、フォーゼじゃねえや、ドライブの警察の服は着ました。はい、イベントでね、ライブでね見ました。学生服はへんてこ学園とかでまた着てます。はい、申し訳ない申し訳ないけど着てますはい、あーナースね、ナースか、こういいですね、不調、なんか不調さんとかやりたい、うん、
っと長めのスカ、いやなんかミニスカナースとかはこう結構ハロウィン出没するじゃないですか。ミニスカは良くないよね。やっぱりこう膝下ぐらいのこのスカートで、あのちゃんとなんかこうなんですか、あのサンダル、ナースサンダルみたいなのしっかり履いて、それが一番いいな。うん、まあね、まあね、まあね、ピンクのね白衣とか持ってるんで、白衣じゃないじゃんね、でも白衣とか持ってるんですけど、そういうのはあるんで、まあちょっとしたジョイコスみたいなのはできそうかな。ありがとうございます。ちなみにお気軽バナナさんなんですが、10月26日に、池袋ハロウィンで、またノエルちゃんの格好をしてきましたとのことです。ブレイブルーの大会があったんですね。大会自体の成績は良いとはいませんでしたが、なかなか会えない人に会えたり、プリクラ撮ったり、撮影を楽しんだりと充実していましたとのことです。いいですね。いや、こうやってね、この作品の上で作品のキャラクターのコスをして、ゲームを楽しんで、いろんな交流ができるっていうのは、すごく個人的にもやっぱりこうノエル・バーミリオン役、そしてニュー・ラムダ、はい、役としてはとてもとても嬉しいです。まだまだね、ブレイブルーのシリーズ続いてますからね、クロスタックバトルもありますからね、たくさんこれからも、来年もぜひハロウィン楽しんでください。アントありがとうございます。いやー、仮装したいな。こう自分じゃない何かになるっていうのはやっぱりね、こうやっぱり役者になったのも、こう自分自身じゃない何かになりたくて、何かを表現したくて役者になってる私なので、仮装ね、やっぱこう外から入っていうのもね、またやりたいな。うん、うん、機会があったらどうぞよろしくお願いいたします。温かい目でその時は見てあげてください。それでは次回のトークテーマを発表したいと思います。次回のトークテーマは、一度食べたらハマるおすすめのご飯のお供を教えてください。一度食べたらハマるおすすめのご飯のお供を教えてください。よろしくお願いいたします。メールの宛先は k_secret@target-end.com、 k_secret@target-end.com までです。それではシークレットベース K ステーション第142回、行ってみよう。このコーナーでは謎の単語を解読していきます。もしかするとすっごく勉強になるかもしれませんよ。はい、今2ポイントです。はい、まあ、前回はね、まあ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 、こう時代の今の流行りのものだったので、なんかピンときちゃってすぐ当たってしまいましたけれども、今回はそうはいくかな。ということで、現在獲得ポイントは2ポイントでございます。今年中に5ポイントがたまるのか、結構ね際どくなってまいりました。頑張りたいと思います。皆さんも一緒に、お題の回答答え考えてみてくださいね。はい、それでは今日のお題です。こちら、ちゃちゃちゃーん、エッグプラント。エッグプラントです。英語で AGG で PLANT、 エッグプラント、そのままですね。これエッグプラントってなんかいろ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 あるな。まあなんか卵の形した何かですね、これはね。東京ドームとかもね、はい、エッグプラントみたいなね感じですよね。うん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 。はい、ということで、じゃあまずヒント1いきましょう。ヒント1、じゃじゃじゃん、物の名前です。物の名前、物か。最近あれありますよね、こう卵の殻の中に土入れて、そこに植物の種が入ってて、で芽が出るみたいな、おしゃれプラント。うん、
そう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 、あるけど、まあそれじゃないですよね。うん、それではないですね。あれ、かわいい、かわいい。卵の殻からなんか芽が出てたりするの、なんかちょっとキュンとする。これからなんかこう生命が生まれてくる感じ、ひよこじゃないけれども、こう草の生命が生まれてくる感じがすごくね、なんかかわいい、キュンとします。あれはいいですね。いや、部屋に緑を着たいけどな、ちょっと場所がないんだよな。なんか枯れるんだよね。なんだろう、私の悪い気を吸ってんのか、吸ってくれてんのかもしんないけど、枯れるんだよね。サボテンとかちょっと買ってみたりしたんだけど、枯れるんだよね。やばいね。ちょっと、はい、頑張ります。悪い気を出さないように、来ないようにちょっと頑張ります。はい、じゃあ次ヒントに、じゃじゃじゃん。今の時期になぞらえたことわざが有名です。ことわざ、今の時期なぞらえたことわざ、この子エッグプラントが入ったことわざってことですか。なんだろう、今の時期、秋ってことですか。柿か。桃栗3年柿8年。あれ、ことわざ。なんだろう。じゃあヒント3いこうかな。はい、ヒント3です。ちゃちゃちゃーん。濃い色をしています。濃い色、物で濃い色。あ、なんかね、なんか、わ、なんかね、聞いたことあるんだけど、なんかパッてなんか出てこないんですよね。こう喉仏で詰まってる感じ、なんかすごい気持ち悪い。今全然出てこない。桃でもないですもんね。桃栗から離れろって。ことわざな、中学受験の時は得意だったんですけどね。なんかドラえもんのことわざ辞典とか全部覚えてた。ちょっと違う、ジャンルがちょっと違うことわざ、学校とかでは出されないことわざってことか。あんまり言わない。ヒント4いきましょう。ヒント4、ちゃちゃちゃん。野菜の名前です。そうなんだよね、野菜、エッグプラント。そう、エッグプラントってあれ、そうなんだよ。こう英語のね、なんかこう超なあのクッキングメモみたいなので、こうなんか見て出てくんですよ。これ出てくんですよ。はあ、日本でいうエッグプラントは色が濃いけど、アメリカのエッグプラントは色が濃くない。あー、なんだろう。わー、もう全然、わー、なんかこう、あー、すごい、すごいモヤモヤする。霧が晴れない。へー。エッグプラント。さつまいも。すごいモヤモヤが晴れない。すごいモヤモヤする。やべえ。野菜でしょ？この時期の野菜。旬外れちゃう。でもこの時期になぞらえた、結構ことわざ的ななんかがよく言う。なんだろう。使います？よく。旬が外れちゃったねっていう意味。わかんない。じゃあもう最後ヒント5行こうかな。ヒント5行っちゃうかな。これでヒント5を開けたら回答権は1回しか答えられません。ヒント5です。じゃじゃん。夏から初秋にかけてが旬です。夏から初秋にかけて旬の野菜、最近野菜高いからさ、もうなんか買うのは固定しちゃって、キャベツとかね、なんかこう固定しちゃってんすよ。レタス、トマトみたいな。割と好き嫌いあるかもしれない。野菜か。緑黄色野菜浮かべても、だってかぼちゃはね、冬至だし、かぼちゃはかぼちゃだ、パンプキンだし。わかんない。全然わかんない。エッグプラント、普通にスーパーとかで買えるメジャーなやつか。じゃあ答えを言います。はい、
ということで、じゃあ回答権1回です。エッグプラントとはピーマンのことである。丸か×か。××でした。あ、もうなんだ、すごいモヤモヤする。はい、正解ですね。いやー、すごい、もう何だろう、昔の私は知ってたよ。あ、そうだ、ソコオロギの餌、もうそうですよ。そうだから、もう分かんなんかもうね、それヒントだったらもう全然すぐ分かったし、モヤ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 の霧はパッと晴れましたね、すぐね。白ナスなんですよね、意外と白ナスがあったりとかして。そう、エッグプラントはね、そうなんですよ。ということで、エッグプラントとは野菜のナスの英語名称である。そう、このね、このつるっとした形が、ま、卵みたいっていうなんですよね。でしかもなんか海外のナスって、日本って結構長ナスとか細長いの多いけど、海外のは丸かったりしますからね、よりあの卵のような形状なんですよね。はい、ということで、ナスという名称はもともと夏に実がなることから夏日と呼ばれており、時が経つにしたがって次第にナス日と名まっていたことが由来らしいが、名前の由来に関しては諸説あります。ナスの原産地はインド東部で、平安時代に中国を経由して日本に伝来したと言われている。ナスといってもその種類は様々で、水ナス、白長ナス、カモナスなどいろいろあるが、その中でも純白ナスというアメリカ産の品種は白い卵に見た目が似ており、ここからナスイコールエッグプラントという名前が付けられるに至った。ちなみにナスは、米の生育の指標としても古くから用いられており、例えば初ナスの皮が厚ければ米が不作。ナスは米と同様、成長のタイミングで水分を多く必要とし、水が不足すると皮が厚くなるため、地面が干ばつ気味であることへの警告とした。もう一個が、ナスの実が硬くて美味しい時は米が凶作、地面の水分が足りていないことを示唆しているなど、主食である米の作柄の予想が立てられる利点が、ナス作りが日本で盛んになった一因とも言われているとのことですね。でもまあ、ナス美味しいですからね、たくさん食べれたら一番いいなと思います。ああ、そうだよ、エッグプラントは全然分かってたよ。ショックだよ、ちょっと脳みそがちょっともうダメだね。なんだろう、歳かな。ああ、秋ナスは嫁に食わすなとは、旬が過ぎた意味で秋ナスがは嫁に食わすな、えっていう意味あるんですか。私、あの秋ナスは美味しいから嫁に食わすなっていう意味だと思ってた。それもある、そっちだったら分かったけどな。そう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 、嫁に食わすなってか、妊娠した時に体冷やさない方がいいからナスは食わすなっていう意味もある。美味しい上に体冷やすからって、もう利便性のあるこう美味しいものを食わすなっていう、ちょっとした嫁いじめっていう言葉だなと思ってたんですけど。ということで、今回ポイントが獲得できなかったので、前回に引き続き、今の現在獲得ポイントは2ポイントのままでございます。いや、本当年内にこう5ポイント貯まるか怪しくなってきた。あ、もう貯まんないじゃん。12月2回できますかね。11月が2回あって、12月が2回あるから、あ、なんとかいけるか、ギリギリいける。ちょっとこれはもう連続正解していくしかなくなりましたね。わー、エッグプラント絶対分かってたから、ちょっともう本当惜しい、やばーい。はい、頑張ります。皆さんは解読できたでしょうか。以上、暗号解読のコーナーでした。
きっと大丈夫だよ。このコーナーでは迷えるリスナーの方の悩みを私近藤かな子が解決していきます。今日もお悩みいただきましたのでご紹介したいと思います。タイナンバー97番、シークレットネーム柿ピー太郎さんからです。今回のお悩みは、職場の上司が忘れっぽいです。昼食前に打ち合わせをする約束をしたにもかかわらず、時間になっても打ち合わせに来ず昼食に出ていました。戻ってきた上司に問い詰めても、あ、忘れてた、えへーと可愛く返されるので許してしまいます。優しい。相手が上司なだけにきつく言えないのですが、打ち合わせをすっぽかされることこちらの予定も狂います。できるだけオブラートに包みながら上司に指摘できる一言はないでしょうか。上司の方が可愛くね返されちゃうと責められないですよね。あ、悪いとかって言われたら、何やってんすかって言われるけど、あ、ごめんね、忘れてたって言われちゃうと、あ、まあ、じゃあ次気をつけてくださいねってしか言えないですよね、ある意味ね。上司の方はきっとこう、うまいんですね。人付きされる人なんですね、きっと。皆さんからの人望とかもあって、まあちょっとした失敗とかではもう許されちゃうぐらいの、こう、ある意味マスコット的なキャラクターさんなんですかね。でもね、確かにね、打ち合わせすっぽかされちゃうと仕事の効率もね、こう下がっちゃったりね、うまく時間調整ができなくなっちゃいますからね。まあなんか一個の提案としては、もう昼食前に打ち合わせをする約束を破られた時は、もう僕ご飯食べ損ねちゃったじゃないですか、ご飯おごってくださいねって、またすっぽかしたらご飯おごってもらえますからねみたいなことを言うか、それかこう、まあこのこれは打ち合わせだけど他のこととか忘れられちゃったりとかした時に使えるのが、忘れた時ポイントカードみたいなのでこの上司の方にこう約束すっぽかされたりとか、こう約束ごと守ってこうやってもらってなかったりとかした時に、もうダメじゃないですか、もうポイントハンコを押しますねって言って、こう3ポイントごとに何か罰を与える職場の人全員にアイスをおごるとかジュースをおごるとか、そういう罰をちょっと課していくのはいかがでしょうか。忘れちゃったポイントカードとかかな。いや、言えないですよね、やっぱりこう可愛らしい上司さんでもね。いや、そう、わかるよわかるよ。だからそのオブラートにも、あ、可愛く、えへへって言われちゃったら、もうこう自分も可愛く、もうダメだぞ、プンプンってやってあげるしかないと思います。はい、だからぜひ柿ピー太郎さんは、以上の3つ、もうおごってくださいねってストレートに言うか、ポイントカードを作るか、もう怒るぞプンプンの3つどれかをやってみてください。そしたらきっと大丈夫だよ。はい。いやいや、意外とあると思いますよ。可愛く返されちゃってどうしようっていうのもあるけれども、普通に、あ、忘れてたごめんなみたいな言われた人もいっぱいいると思います。だからちょっとこのね、のこうなんか無限にこう、あ、ごめんなって言われた人もちょっとこの3つをぜひあの、はい、ちょっと使ってみてください。はい、そしたらなんかな、なんか何かが変わると思います何かが変わることを期待してやってみてください。このコーナーでは皆さんのお悩みを募集しております。ぜひぜひ送ってくださいね。それではここで一曲お聴きください。近藤かな子のアルバムプリズムよりシャララ。
そろそろ別れの時間でございます。この番組では皆さんからのメールを大募集しております。オープニングやエンディングで読む普通のお便り、普通おた、まあ私の質問、私への質問とか何でもいいです。普通おた、そしてオープニングの例のいつものあのコーナー、みんなにアンケート。次回のトークテーマは、一度食べたらハマるおすすめのご飯のお供、教えてください。そして、暗号解読にはお題と答えをよろしければ送ってください。そしてきっと大丈夫だよにはあなたのお悩みを送ってくださいね。さらに今日はやりませんでしたが、小さな幸せのこのコーナーには、周りで起きたちょっぴり幸せな小さな幸せを皆さんで共有するコーナーでございます。あなたの周りで起きたちょっぴり幸せな出来事を送ってください。メールの宛先はk_secret@target-end.com k_secret@target-end.com です。はい、ぜひぜひ皆さん、まだね、もうメールがね、隊員の方ばっかりの採用になっちゃって申し訳ないんですけれども、まだね、隊員候補生の方いっぱいいっぱいいらっしゃると思います。隊員証もらってないよって方いっぱいいっぱいいらっしゃると思います。ぜひぜひメール送ってくださいね。はい、それではここで近藤からのお知らせです。以前からお知らせさせていただいておりますイベント、もう来月ですね。早いな、もう来月です。近藤かな子と三好理恵第4弾お騒がせへんてこ学園、開催日時が2019年の12月8日日曜日、会場が下北沢にあります風地空地にて開催されます。お時間がですね、昼の部と夜の部があります。昼の部は13時30分開場、14時開演、夜の部が、17時30分開場、18時開演となっております。お料金なんですけれども、昼夜ともに1公演前売りが3900円、当日券は4600円となっております。ただいま前売りチケットを、予約受付中でございます。ツイッターの方にね、あの URL と載っておりますので、そちらチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。ちなみに前売りお申し込み時のみ一緒にご購入いただける特典もご用意しております。 A セット B セットをそれぞれございますので、あの詳しくは、近藤かな子のツイッターの方でご確認ください。よろしくお願いいたします。今回のへんてこ学園のゲストは声優の雪野さつきさんでございます。雪野さつきさんの特別授業もありますので、どうぞどうぞ皆様お楽しみにいらしてください。よろしくお願いいたします。はい、その他ですね、近藤の小さないろんな日常での出来事などツイッターに更新しておりますので、そちらもご確認ください。よろしくお願いいたします。さあ11月ですよね。衣替えした？まだしてなくないですか？なんか衣替えをする時期がよくわからなくなってきて、まあ確かにもうね、夜は寒くなってきたんですけれども、昼間暑かったりとかで、衣替えって意外とセーターを出したりするイメージで、私の中では。とでもまだセーターいらないなと思って、コートとかさ、分厚いコートはいらないと思ってて、まだしてないんですよね。もうでもさね、あの台風とかの件もあって雨が多くって、洗濯物もなかなか乾かなかったりするじゃないですか。その状態で衣替えをすると、夏服と冬服がこう山盛りになった状態で過ごさなきゃいけない、しまえないでしょ、やっぱり夏物をちゃんと一回洗濯しないと。で冬物もさ、一回洗濯しないと着れないじゃないですか。困るよね、ほんと。秋晴れっていうのはどこに行ったのかと。秋は結構雨が少ない時期だと思ってたんですけれども、まあ行ったよね。このままもうなんかこう冬に突入なのかな。だってあれでしょ、もうきっと11月1日だとさ、街中はもうクリスマスでしょ。ハロウィン終わったからクリスマスでしょ。ねね、もうきっともうケンタッキーさんの CM とかはもうクリスマスはって始まっちゃうわけでしょ。ねえ、やばいよね。でもやっぱそういうことは、やっぱセーター出さなきゃいけないですかね。ね、衣替えしなきゃいけないかね。憂鬱だ憂鬱だ、誰か衣替えやってくんないかな。はい、まあでも憂鬱ですけれどもね、もうちょっと秋の期間短いかもしれませんけれどもね、ね、秋晴れの時期はね、日にちは日数少ないかもしれませんけれどもね、まあ
雨風とかのね災害でねもう大変な方もいらっしゃると思いますけれどもね、もう今年もあと2ヶ月となってしまいました。もうそれまでにね、なんだかこう皆様のね生活の状況がねうまくいって、より良い年末がね迎えられるように、もうクリスマスだって騒ぐよりも、なんかこうみんなでね日本のもう状況わーって整理できて、政府の人がわーってやってくれて、なんか増税したんだからちゃんと増税分をちゃんとうまくこう災害とか被災地の方にこうお届けしてねできるようにねならないかなと、なってくれと年末までにね思っております。そしてみんなで、ね、素敵な年越しをね、来年はいいことがありますようにってねお願いできる年に、年越しが迎えられるようになればいいなと思いつつ、この番組は各週金曜日の配信となっております。皆様のお願い事もぜひこの番組にメールを送っていただければいいなと思っておりますので、ぜひぜひメールをお待ちしております。では次回またお会いいたしましょう。お相手はシークレットベース K ステーション隊長の近藤かな子でした。まとまってないけどごめんね。それではまた次回お会いしましょう。まったね。この番組はターゲットの制作でお送りしました。